バイバイ。さあ、このイコやゴムの抜け穴、普段群れで生活をする種類です。ですのでコミュニケーションを取ることを非常に大切にしています。私たちの真似をすることでコミュニケーションを取ろうとけなげに頑張ってくれているんです。さあ、それでは可愛らしいマイクパフォーマンス披露しました、ヨウム・オリビアでした。